間の戦いで呂布は敗走、朝鮮は戦場に散った。陣中最強の部を瞬く間に退けたのは名田である。巨匠はその一部始終を目の当たりにしていた。そして憤ってもいた。ナタの呂布と朝鮮なんとか助けられないか。巨匠から相談を受けたしばしは、今は一人でも多くの仲間が、ナタの暴走を止めるには新たな経路を作るのが早い。すなわち船団を呼び寄せ船の道を作るのだ。どもそんなことしたら敵が攻撃してくるぞ。船は沈まねえだが。だからこそ、それっておいらのことか。船を呼ぶだけの簡単な戦だが、気を引き締めてかかるとしよう。頑張るぞよ。兄上が船団を率いてくる。俺たちはそれまで敵を抑えておくぞ。敵の勢いが激しい。砦を足場に、なんとか前線を押し返せ。俺の天も助け、助け立つ、頼みます。お願いごと噛み砕いて。どうなるぞ。
冷めるいくさぶり見事これは厳しい状況でね。噛み砕いてくれしてくださると信じておりましたご助力感謝します抑えておいでですな伝令味方船団が同艦に接近中とのこと敵は兵器で船を攻撃するつもり。放っておくと面倒だな。メス。液晶撃ち取ったぜここで口当てろ受け取ってくれよな撃ち取ったぜ目を見張るぞ
草むり。戦ぶり、お見事。待たせたな。堅固な石を無手で攻めれば愚策。少々用いるぞ。そこで勝者を建造する。さすがアミーゴ、気がないですね。なかなかのもの。
ごと噛み砕いてくれよ。Miss. Oh, no, 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 no.
なかのもの。勝者で北門を攻撃する。護衛を怠るな。覚えてやれ。船はここに残しておく。これで未来に新たな道を作れよ。龍馬は退け、船の安、これならば未来におるか、過去は変わり、あら、あとは翔がうまく、
の和主もきっと